3、2、1、スパイシー！題して、後藤スパイシー一人大喜利大会。インド関連のお題をもらって、僕が大喜利をしていきたいと思ってます。面白いか面白くないかは、あなた次第。しばしば。インド人がめっちゃ牛を食べる、まあやっぱり牛というものは神聖なものですから、やはりね、インド人ヒゲを伸ばした先がガンジス川につながっていると考えているから。次行こう、次行こう。いい問題だね。かなりいい問題作ってきたね。そのスパイスの名は、両門ですわ。牛門号。やりたくて、やりたくて震える。え、これ2つとも盗みました。笑い起きましたね、これ。さ、この石入れようか、口に。待ってくれ、待ってくれガンジー、待ってくれ、待ってくれガンジー。ねえ、知ってる？揚げ鶏って全部インドネシア産なんだぜ。そうだ、デリーへ行こう。まあでも9大点を上げれるレベルですよね。あーやばい、あーやばいな、あと6食しかカレー食べれねえ。普通に面白いぞこれ。おう、いかがでしょう、いかがでしたでしょうか。インド大喜利ですね。まあ10問ぐらいやったんですけど、こんなもんでしょう。スパイス効いてたなって思います。こんな動画も入れつつね、面白いアジアの面白さを伝えていければなと思いますので、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。スパイシー。